片岡七郎、片岡七郎、片岡七郎、海英六年十二月十四日、千八百五十四年一月十二日、大正九年、千九百二十年一月十一日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。男尺。以下は、正二位。薩摩藩士、片岡木藤太の次男。少年期のうちに、戦争や、 母親戦争が終わっており、西南戦争も、平学寮の生徒だったために参加していない。まだ平学寮も制度が固まっておらず、カリキュラムを終了した順に卒業させていた。日高総の城大将と同時に入寮したものの、日高はそのまま、平学寮で連生を終えて、第二期卒業を果たし、一方で、片岡は、伏見宮兄弟、愛犬王、伏見宮広安元水と、 キクマロを、山品宮キクマロ大佐のドイツ留学に随員として一年半、派遣されたため、日高より一期、遅い第三期卒業生扱いとなっている。第三期卒業生16名のうち大将に、昇進したのは片岡のみだが、中将二人、少々三人を輩出している。そのうちの一人、内田正俊中将の名が、片岡の妻である。伏見宮兄弟随員として、 ドイツに留学中にヨーロッパ列強の軍事情勢調査を始めるとともに進んで列強軍人との交流を深めて語学の腕を実地で磨いたドイツ語のみならずフランス語英語も習得し兵学校早々期の召喚の中でも飛び抜けた語学力を身につけた帰国後に兵学寮改め兵学校での練習を再開し明治十四年百八十一年十一月に 卒業、三期、翌月二単位まで昇進した。兵学校復帰以来、不相の理組委員として、実地を磨き、明治十七年、1八八四年に住み慣れた、不相で、初めての役職取る、法術長に任じられた。その翌年に、天城、筑紫の副長を歴任した。明治十九年、1八八六年二月より二年間の、少佐時代、 兵学校教官として、更新の指導に当たった。専門分野は、法術教育だが、起立主任や教務副総理など、生活指導、教育指導の統括補佐を任せられ、当時の兵学校は、中古現役軍官のいくつかを実習船として、借り受けており、片岡は、後半の1年間、法術教官と同時に、法術実習船、天竜の艦長を兼任していた。 平学校教官を辞し、会長したばかりの佐世保陳述に参謀として半年、勤めた後、再び、広安王と菊間郎がドイツに留学することになり、またも片岡が随員として選ばれた。今度はドイツ公使館府部官の肩書きで、列国調査を続けた。当時は、中佐の階級がなかったため、ドイツ部官の任期中に、大佐へ進級している。今回の留学では、 広安王がドイツ兵学校に入学して、菊間郎と別行動を取るため、片岡は菊間郎に同行した。広安王が大学校に進学し、菊間郎が帰国すると、入れ替わりに、欧米歴訪中の東伏見宮頼り人新郎がドイツを訪れ、片岡が頼り人新郎を案内した。しかし、明治二十七年、 1894年7月15日、豊島沖海戦が起こり日清戦争が始まったため、翌日には片岡に帰国命令が下され、より人新能の護衛を兼ねて、急遽帰国した。帰国直後から、軍令部のスタッフに招集され、作戦及び補給に関与した。片岡が、生涯初めて戦場に出たのは、異界への直接攻撃に着手し始めた。 明治27年12月のことで、金剛艦長として、伊海英への砲撃支援を重ねた。伊海英に必足していた北洋水師が降伏し、陸戦での占領に、目度が立った、明治28年1895年2月に、何和艦長に移り、台湾占領に赴いた。戦後は、橋立艦長、砲術練習所長、八島艦長、 常備艦隊参謀長を歴任した。八島艦長時代に遠洋公開の機会があったが、片岡は寝巻きに着替えて、ベッドに入ることはなく、新しい軍服に着替えて、チョイスにゴロ寝して過ごした。46時中輪船体制で臨む姿勢を実践したものとされ、乗組委員から絶大な指示を得た。片岡は山本本兵衛以後の政治力強化を図る勢力を、 心よく思わない、顔面な現場主義者であった。後に、軍事参議官に降りた頃、朝鮮総督を陸軍が歴任しようと画策したことがあった。当時海軍大臣を務めた、八代六郎大将が対抗して、台湾総督を海軍が歴任するよう運動を起こそうと、台湾攻略を指揮した片岡に相談したが、片岡は、我々海軍は、河童なのだから、陸に上がっては失敗する。 陸のことは、政治と陸軍に任せろと八代の提案を一周した。片岡は全く政治に関与する気がなく、経歴を見ても燻製に携わったのは、常備艦隊参謀長を終えて、暮れ陳述司令官に着く間に4ヶ月務めた、人事課長、第1艦隊司令長官と舞鶴、陳述司令長官の間に1年半務めた、艦政本部長の2期、合わせても2年に満たない短期間である。 日露戦争への機運が高まる中、片岡は明治32年1899年に少々へ昇進し、呉陳府司令官、翌年に呉管政部長と内戦基地の養殖を重ね、明治35年1902年に最前線基地の津島武直機養部司令官となった。この基地の水雷部隊拡充を推進し、明治36年、 1903年9月に中将へ昇進した。明治36年1903年12月、拡張が完了した常備艦隊は3個艦隊に人容を改め、第1、第2艦隊で連合艦隊を組み、第3艦隊を独立部隊にした。片岡はこの第3艦隊司令長官に任じられた。第3艦隊は、 日清戦争時に使用された老朽艦によって編成された艦隊で補助的な戦力しか持っておらず、編成当時には国境艦隊と揶揄されたが、片岡はこの艦隊を駆使し、朝鮮沿岸の警備、さらには第二軍の上陸地点選定から護衛、さらには禁襲作戦の支援、重砲隊派遣と全力で第二軍の支援に当たった。 第三艦隊は後に連合艦隊に編入されて、片岡独自の運用ができなくなり、せっかく追加された最新鋭の虎の子寿命艦、カスが日清を第一艦隊へ取り上げられた。上村彦之城第二艦隊司令長官ならば、月光して当然の仕打ちと噂された礼遇ぶりだったが、片岡は、ダクダクと受け入れた。片岡の辛抱強さは、日本海海戦当日に報われる。 霊下のシナノマルがバルチック艦隊の発見に成功し、第三艦隊は、普業からバルチック艦隊と並走して、状況を主催に連合艦隊へ伝達した。片岡以下の連絡を通じて、詳細を把握した東郷平八郎は、歴史的な勝利を手に入れた。この勝利を受けて、講和条約を優位に進めるために、南から不当を占領することになり、かつて、 台湾を占領した経験がある片岡が、カラフト占領のために派遣された。新編成の第四艦隊も加え、部内で北遣艦隊と通称される部隊を率い、占領に成功した。海軍では最東端の北知床三崎、テルペニア三崎を片岡三崎と通称し、片岡の先行を叩えた。戦後、連合艦隊は解散し、 単独運用となった第一艦隊の司令長官を1年、関政本部長を1年半務め、明治41年、1908年8月に、最後の任務となる、舞鶴鎮守府司令長官の座に2年半ずく。その直前に断釈を送られ、任期中に大将へ進級した。明治44年、1911年に現場を離れて、 軍事参議官に降りたが、ようやく障害の臨戦体制を解いて、老後を楽しめる身分となった矢先に、佐子夫人が小宝を授からないまま病没し、片岡は孤独な老後を強いられた。シーメンス事件処理のために、高等軍法会議判事長に任じられたほかは、海軍の方針について、自らは口を挟まず、聞き役に徹し、大正六年、1917年5月10日、 予備役に編入され長い海軍生活を得た。大正7年、1918年12月14日に、交尾役となる。大正9年、1920年1月11日に死去し、玉霊園に埋葬され生命を送られた。66歳。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。